日本商事の近藤一です。皆さん夏バテしてませんか？本当に今年の夏は暑いですよね。さすがに私もこれだけ暑いとビールも飲みます。でもやっぱり2杯目から飲みたくなるのは日本酒なんですよね。ということで今日はですね、暑い夏にぜひ冷やして飲んでほしい日本酒を忖度なしで7種類ご紹介をしていきます。暑すぎて日本酒好きだけど飲む気になれないという方はぜひ最後までご覧いただき、ご参考にしていただけると嬉しいです。また世界一に輝いた蔵元たちも集まる特別なイベントを9月16日に名古屋観光ホテルで開催いたします。全国30の蔵元と会って話せて100種類ほどの日本酒を飲んでいただくことができます。創業10周年を記念して作成する特別な日本酒セットも参加者全員にプレゼントしますので、ぜひこの機会にご参加いただけると嬉しいです。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは早速7種類ご紹介をしていきますけれども、今回もフルーツや花の香りのするモダンスタイルと穀物系の香りのするクラシックスタイルという日本酒マトリックスに当てはめながらご紹介をしていきます。日本酒マトリックスについては別の動画で詳しくご紹介をしていますので、気になった方はそちらもぜひご覧ください。はい、まず一つ目、栃木県さくら市の千金さんの作る千金カブトムシ。地元さくら市の山の錦を使用して麹は 50% 精米、かけ米が 60% 精米の14度台のモダンライト。レモンのような爽やかな酸味と若いメロンのような香りが特徴的で飲みやすいタイプですよね。カラフルなこの見た目からは甘みがあるジューシーなタイプのように見えますけれども、甘みは控えめなのでついついグラスに手が伸びちゃって気づいた時にはもうないってパターンのお酒です。しっかり冷やして小ぶりのワイングラスでお楽しみください。はい、続いて2つ目ですね、神奈川県海老名市の泉橋酒造さんの作る泉橋夏夜後ピンク肝と純米の原酒のお待ち。自社田自社栽培で農薬を使わずに栽培されたお待ちを 65% 精米にしてアルコール度数18度台に仕上げたクラシックフルタイプ。肝と作りの原酒ならではの一本筋の通ったしっかりとした旨味が力強くて、夏バテしそうな時に食べるスタミナ料理にも負けない味わいが特徴的です。冷酒でワイングラスもいいんですけれども、クーラーの効いた部屋で缶酒にして飲むのもおすすめです。3番目が石川県加賀市の松浦酒造さんの作る獅子の里1000スパークリング純米吟醸の生、山根式の 55% 精米、アルコール度数は13度内のモダンライト。穏やかな果実香と瓶内二次発酵による爽やかで弾けるガス感が気持ちいいスパークリング日本酒です。金沢大学時代に部活の合宿で山中温泉に行ったんですけれども、もうかれこれ25年近く前ですかね、瓶内二次発酵でスパークリング日本酒を作られている蔵元として安定感のあるお酒です。キンキンに冷やして、鮎の塩焼きや茄子の煮浸しなどと合わせると幸せです。はい、4番目、宮城県の栗原市萩野酒造さんの作る日綿ひまわり肝と純米、銀の色葉の 60% 精米、アルコール度数は16度台のモダンミディアム。肝とというと飲みづらいイメージがあるかもしれませんけれども、こちらはとても飲みやすいモダン肝と。芯の通った旨味はありつつも超速敏感1回火入れでガスを封じ込めているので弾けるような口当たりが特徴的です。ハモ、アナゴ、ウナギ、そんな精のつく夏にぴったりの食材によく合います。フレッシュさと適度な甘みが心地いいタイプなので、開けてからは早めに飲み切ってもらえたらと思います。5番目が新潟県南魚沼市の青木酒造さんの作る隠れ純米超辛口深山錦の 60% 精米、17度台のアルコール度数のクラシックミディアム。火入れの室加原酒で芯の通った旨味がありつつもキリッとドライな後味とシャープなボディが疾走感を演出しています。新潟のお酒といえば淡麗辛口というイメージがありますけれども、隠れの特徴はお米の旨味をしっかりと表現するところなんですよね。ガツンとした味わいが飲み応えがあるので、氷を浮かべてロックスタイルで飲むこともおすすめします。続いて6番目ですね、佐賀県小城市の天山酒造さんの作る牛田純米吟醸のサーティン、山根錦の 50% 精米、アルコール度数は13度台のモダンライトタイプ。ほんのり桃のような香りがありつつも甘みが控えめでガス感を感じさせるボディの張りが心地いいんですよね。上品な甘さと程よい酸味のバランスに優れた味わいで、乾杯から前菜系にはぴったり合います。
すっきりで軽快ながらも七田らしい旨味を感じる新境地といえます。生ハムメロンやレモンを絞った鶏の竜田揚げなどに合わせて楽しんでみてください。はい、最後7番目ですね。三重県津市の観光梅酒造さんの作る観光梅トレセ純米吟醸、三重県産の山田錦の 55% 精米、アルコール度数が13度台の原酒のモダンライトタイプ。この観光梅の特徴は何といってもそのガス感と酸のキレなんですよ。リンゴのような香りと優しい甘みを口に入れた瞬間にピチピチっと刺激する発泡感が心地よく踊らせてくれます。酸味で後味はキュッと引き締めているのでとても飲みやすい仕上がりになっています。白身魚の天ぷらや夏野菜のマヨネーズディップなどと合わせて楽しんでほしい一本です。はい、今日は暑い夏にぜひ冷酒で飲んでほしい日本酒を忖度なしで7種類ご紹介してきました。この中で私が個人的に特に今飲みたいお酒が日和田のひまわりです。ハモの落とし梅肉添えなどの繊細な味わいのものから、うなぎのかば焼きや焼き鳥などの濃い味付けのものにも合わせることができますので、ぜひ気になった方は概要欄の方からチェックをしてみてくださいね。それからこの日和田を作っている萩野鈴さんもお越しいただく特別なイベントのご案内をもう一度させてください。9月16日18時から老舗一流ホテルの名古屋観光ホテルで全国30蔵の蔵元と会って話せて100種類近くの日本酒を楽しみいただけます。概要欄の方からお申し込みいただけますので、ぜひ直接蔵元の皆さんに会っていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。それではまたお会いいたしましょう。日本酒王子の近藤雄一でした。バイバイ。